1977から1978シーズンの NBA は NBA の32回目のシーズンである。ドラフトではケント・ベンソンがミルウォーキーバックスから全体1位指名を受けている。他、オーティス・バード・ソング、マーカス・ジョンソン、ウォルター・デイビス、バーナード・キング、ジャック・シクマ、リッキー・グリーン、ノーム・ニクソン、エディ・ジョンソンらが指名を受けている。 ワシントン・ブレッツにとって1968年は特別な年となった。この年のドラフトでウェス・アンセルドとエルビン・ヘイズが NBA 入りを果たしたのである。ブレッツに入団したアンセルドはチームを大躍進させ、チーム史上初の勝率5割以上となる57勝を記録し、アンセルドはルーキーにして MVP に選ばれた。ブレッツは一躍競合チームの仲間入りを果たしたが、 プレーオフでは毎年のようにニューヨークニックスの前に敗れていた。1971年のプレーオフでは宿敵ニックスを破って初のファイナルに進出するが、ファイナルではカリーム・アブドゥル・ジャバー率いるミルウォーキーバックスの前に敗退する。このシーズンの後、アンセルドと共にチームの主力を担っていたアール・モンローやジャック・マリンが相次いでチームを離れ、 チーム成績は低迷し、プレーオフでは再びニックスに敗れる日々が続くようになる。大黒柱のアンセルドも故障を抱えるようになり、ブレッツはこのまま没落するかに見えたが、1972年にエルビン・ヘイズがブレッツに合流し、チームの新たなエースとなると、ブレッツは再び上昇気流に乗った。1974から75シーズンには、 チーム記録となる60勝を記録し、2度目のファイナル進出を果たしたが、今度はゴールデンステートウォリアーズの前に敗れ、優勝は叶わなかった。1970年代後半になると、ヒューストンロケッツやクリーブランドキャバリアーズなどの進行チームが台頭し始め、ブレッツはプレーオフで勝てなくなった。1970年代後半のリーグは思い切った。 チーム改革を完工したチームや若いチームが成功するようになっていた。1975年のファイナルでブレッツを破ったウォリアーズはシーズン前に長年ウォリアーズを支えてきたネートサーモンドを放出していた。またその翌シーズンファイナルに進出したフェニックスサンズ、さらに次のシーズンに優勝したポートランドトレイルブレイザーズはいずれもシーズン前にチームの若返りを図り、 そのシーズンでいきなり大きな成功を収めていた。ブレッツはこのシーズン前に、ボブ・ダンドリッジを獲得し、またミッチ・カプチャックや、ケビング・レビラ若手選手が大きな成長を見せていたが、チームの軸であるエルビン・ヘイズとエース・アンセルドの2枚、看板体制は6シーズン目を迎えており、ヘイズ、アンセルド、ダンドリッジはいずれも30歳を超えた、ベテラン選手だった。 リーグの流れと逆行していたブレッツは、このシーズンにはさらに成績を落とし、44勝38敗の成績だった。それでも、第3シードを手に入れたブレッツは、プレーオフ1回戦でアトランタホークスを破ると、カンファレンス準決勝では、上位シードのサンアントニオスパーズを下し、カンファレンス決勝に進出した。スパーズとの第6戦では、 スパーズのマイク・ゲールが彼のユニフォームを紛失してしまい、仕方なくブレッツのユニフォームを借りて、裏返しで着用しプレイするというチ事が発生している。チームがプレーオフを勝ち進むにつれ、ブレッツのヘッドコーチであるディック・モッタは、口癖のように、オペラは太った女が歌うまで終わらないと繰り返し、言うようになった。これは、 勝負は最後までわからないことを、メイソリストが劇を締めくくるオペラに例えた、アメリカの俗語であり、またブレッツのメンバーに、太った女性になることを望んだのである。そして、カンファレンス決勝では、前期イースト覇者のフィラデルフィアセブンティー・シクサーズと対決。三勝二敗とリードした第六戦、十九から十九の同点から、ウェス・アンセルドが、決勝点となる、ティップショットをじ込み、 101から99で勝利したブレッツがファイナル進出を決めた。西から勝ち上がってきたのはシアトルスーパーソニックスである。ソニックスはスター不在のチームであり、生え抜きのフレッドブラウン、このシーズンからソニックスに加わったガス・ウィリアムス、2年目のデニス・ジョンソンら若手とベテランがバランスよく配置されたチームだった。彼らはファンやメディアから ゴールディロックスと三匹の熊と呼ばれた。シーズン序盤は5勝17敗と大きく負け越したため、チームはボブ・ホープキンスからレニー・ウィルケンズにヘッドコーチを交代させた。選手時代のウィルケンズはソニックス最初のスター選手であり、また1969年からは選手権コーチとしてチームを率いたソニックス流星の最大の立役者だった人物である。 ソニックスのコーチに6年ぶりに復帰したウィルケンズはチームのディフェンス力向上に努め、ウィルケンズ就任後は42勝18敗と勝率8割を超える好成績を記録した。プレーオフでは第4シードとなったがシーズン勝率1位だったポートランドトレイルブレイザーズをカンファレンス準決勝で破って初のカンファレンス決勝進出を果たし、さらに デンバーナゲッツも下して、チーム史上初のファイナルに進出した。ファイナルは、ブレッツ対、スーパーソニックスと予想外のカードとなった。当時の NBA 全体の人気低迷は著しく、そして、上位シード不在のファイナルはファンが期待したものではなかったため、周囲からの注目は、決して高くないファイナルだった。しかし地元の熱狂は大きく、ブレッツが本拠地を置く。 ワシントン DC は1942年のワシントンレッドスキンズ以来の優勝に期待を寄せソニックスが本拠地を置くシアトル市にとってはソニックスは初のメジャースポーツリーグのチームだったこの年のファイナルはスケジュールの都合上1から2から2から1から1のフォーマットとなった第1戦 ファイナル初戦はこの日27点のケビング・レビと21得点のエルビン・ヘイズの活躍で、第4球が始まる時点で、ブレッツが19点のリードを奪っていた。しかし、ここから、ソニックスのフレッド・ブラウンが猛反撃に打ってで、最後の9分間だけで16得点、計32得点の活躍で106から102で、ソニックスが勝利した。第2戦。 ウェス・アンセルドのブルーカラー的な貢献で、ブレッツが106から98で勝利する。アンセルドは、マービン・ウェブスター、ジャック・シクマラソニックスの若いインサイド陣を抑え、15、リバウンド5アシストを記録。ボブ・ダンドリッジは34得点、エルビン・ヘイズは25得点を記録した。第3戦ソニックスの優れたディフェンス力が光った、試合となった。 ソニックスのデニス・ジョンソンは7ブロックを記録し、ブレッツのケビング・レビのフィールドゴールを1、14に封じた。さらに優勝経験を持つベテラン控えセンターのポール・サイラスがソニックスの若いインサイド陣をサポートし、ブレッツのアンセルドとヘイズの強力なインサイド陣に対抗した。試合は残り10秒に、デニス・ジョンソンのスローインがブレッツのトム・ヘンダーソンにスティールされ、 93から92と土壇場でブレッツが1点差にまで追いついた。続くポール・サイラスのスローインはベースラインを踏んでしまったため、またもブレッツにボールを渡してしまう事態となった。二度のミスでブレッツに逆転の機会を与えてしまったソニックスだが、ボブ・ダンドリッジが狙ったブザービーターは運よく外れ93から92でソニックスが浸承した。 第4戦シアトルで行われた第4戦は、会場の都合上ソニックスのホームアリーナである、シアトルセンターコロシアムではなく、キャパシティで遥かに大きい球場のシアトルキングドームで行われた。このため、ブレッツのメンバーは会場に押し寄せた39,457人という、当時としては記録的な観客の前で戦わなければならなかった。地元の熱狂的な応援に、 後押しされたソニックスは、第3球には15点のリードを奪った。しかしこの日33得点7リバウンド3ブロックの、デニス・ジョンソンがボれを肘で打たれ一時的に、試合から離れたのを機に、ブレッツが猛追を見せ、試合終盤には103から101と、ついに逆転を果たした。チームが、 危機の中、ようやく試合に戻ったジョンソンはすぐさま同点シュートを決めると、ボブ・ダンドリッジのシュートをブロックし、さらに、オフェンスリバウンドをもぎ取って、フリースローを獲得。ジョンソンの執念で104から103と、ソニックスがリードを奪い返した。自分よりも小さい選手に、ブロックされる屈辱を味わったダンドリッジは、スリーポイントプレーを返して106から104と、再び、 リードを奪った。しかしソニックスはすぐさまフレット・ブラウンにパスを渡し、ブラウンは試合時間残り2秒で同点となるジャンプショットを決めた。ブザービーターを狙ったダンドリッジのシュートは外れ、試合はオーバータイムに突入した。オーバータイムではブレッツの控え、ガード、チャールズ・ジョンソンが活躍し、ブレッツはソニックスのファンで埋め尽くされた球場の中、 シリーズを2勝2敗のタイに持ち込む勝利を収めた。第5戦シアトルセンターコロシアムに戻った第5戦は98から94でソニックスが勝利し3度シリーズをリードした。ソニックスはフレッド・ブラウンが26得点、デニス・ジョンソンが24得点を記録した。ブレッツは試合後半に得た20本のフリースローのうち9本しか成功しなかった。 第6戦ワシントンに戦いの場を打ちした第6戦は117から82でブレッツが圧勝した。ディック持った HC は負傷したケビングレビの代わりにレギュラーシーズンの平均出場時間が12.3分だった。グレッグ・バラードを先発スモールフォワードに抜擢し、ボブダンドリッジをシューティングガードにコンバートさせた。これが的中し、 ダンドリッジとバラードの活躍で前半に12点のリードを奪ったブレッツは、後半になるとさらに畳みかけ、後半だけで70得点を記録。ファイナルに入って、影が薄れていたミッチカップチャックは19得点、バラードは12得点12リバウンドと、若手選手が活躍し、ソニックスを打ちのめして、シリーズを3度体に戻した。最終スコアである35点差は、ファイナル記録である。 第7戦後のファイナルでソニックスをリードしたのはフレッド・ブラウンやガス・ウィリアムスらではなくレギュラーシーズン12.7得点だったプロ2年目のデニス・ジョンソンだったしかし優勝を決める第7戦でジョンソンは14本のシュートをすべて外すという大乱調に陥り試合はブレッツペースで進んだ同じガードのガス・ウィリアムスも FG4-12 とシュートに苦しむ 中、ソニックスのビッグマン、マービン・ウェブスターとジャック・シクマが踏ん張り、残り90秒の間に、ブレッツの11点のリードを4点にまで減らした。さらにフレッド・ブラウンのミスショットをシカマが、ティップインでねじ込み、101から99とその差2点にまで迫った。直後、ソニックスのポール・サイラスは、ウェス・アンセルドにファウルを犯した。ソニックスの命運は、 ファイナル期間中、成功率55%のアンセルドのフリースローに託されたが、アンセルドは日本とも決め、さらにボブ・ダンリッチのダンクがダメ押しとなり、105から99で、ブレッツが総武17年目、ファイナル3度目の挑戦にして、初の優勝を決めた。ファイナル MVP には、ブルーカラー役に徹し、チームに多大な貢献を果たしたウェイス・アンセルドが選ばれた。 試合終了後、ロッカールームで選手たちが歓喜のビールがけに浸る中、彼らの輪に混じるディック持った HC が着た T シャツの胸にはザ・オペライズンとオーバー、ティル・ザ・ハット・レディ・シングスの文字がプリントされていた。彼の選手たちは見事にシーズンの最後を主演として締めくくったのである。第7戦までもつれる激戦を演じたブレッツとソニックスは翌シーズンも同じ舞台で マイミ結果はシントン・ブレッツ4から2、シアトル・スーパーソニックスファイナル MVP、ウェス・アンセルド・ロスター。ありがとうございます。